二式系戦車家とは、第二次世界大戦中に、日本で開発、生産された、軽戦車。98式系戦車系人の改良型。95式系戦車の後継車両として1939年に試作車が完成した98式系戦車であったが、その性能には、まだ不十分な点が残されていた。 手法に採用された百式三十七ミリメートル戦車砲は九十五式軽戦車の後期型に搭載された九十八式三十七ミリメートル戦車砲と、対して差はなく、また防御上の効果を狙った、円錐台形の砲等は、狭すぎると不評であった。これらの点を改良すべく、作られた試作車は1 9 4一年に完成し、翌1 9 4二年に採用されたことから、 後期の下二桁を取って、二式軽戦車と名付けられた。ちなみに、ケトとは、開発時の名称で、ケは、軽戦車の頭文字、とは、色ュンの金表記の七番目の文字であり、軽戦車として七番目に設計された車両の意味である。手法には新たに、一式三十七ミリメートル戦車砲が採用された。これは、初速七百八十五メートル毎秒。 1000メートルで25ミリメートルの後半を貫通するもので、100式37ミリメートル戦車砲の初速675メートル毎秒、500メートルで25ミリメートルの後半を貫通するという性能を上回っている。100式37ミリメートル戦車砲と同じく97式車載重機関銃との総連である。砲塔は前述の円錐台形から円筒型に変更され、 砲塔容積が増加している。この砲塔は特に式内家庭科未社にも手法ごと流用されている。また理体は1941年に採用された一式半早期装甲兵車のものと共通である。エンジンは98式系戦車と同じく統制100型空冷直列6気筒ディーゼルを搭載した。本社の燃料タンクの搭載容積は130リットルであった。 さらに本社を空挺戦車として使用する案が持ち上がったため、グライダーに搭載できる、用車体表面をできるだけフラットにすることも行われた。予定では、9-7滑空機に搭載されるはずであった。前述のように1942年に採用されたものの、当時の生産体制が資源や労力を航空機、 船舶に優先的に振り分けるものだったため、生産は大幅に遅れ1944年にようやく開始され、同年中に29両が完成したと言われる。生産された車両は空挺部隊である第一停進集団の第一停進戦車隊に配備された。第一停進集団は停進練習部を1944年11月に改編した部隊で、 低身練習部時代の1943年7月から95式系戦車などの配備を受けて空挺戦車部隊の研究をしていた。第一低身戦車隊には戦車中隊1個のほか、協力する不評中隊及び自動車中隊各1個と材料証が編成され、すべてグライダーで輸送する計画であった。本社の性能を十分発揮するには付戦共同戦闘が重要と考えられ、 戦車一両に不評三名が随伴し戦闘するという戦法が訓練された。第一停身集団は1944年12月にフィリピンに進出してフィリピン防衛戦に参加したが、第一停身戦車隊は参加せずに日本本土へ残置された。1945年になると戦局は絶望的になり、また本社を搭載する予定であった9-7滑空機や、 発展型の機 -105 輸送機の生産、配備が進まず、空挺作戦を行う見込みはなくなった。最終的には、本社も他の戦車と共に、本土決戦用の車両として温存され、第57軍の指揮下に入って、敵空挺部隊の地上迎撃任務を想定しつつ、終戦を迎えた。ありがとうございます。